一番下の方から紹介させていただくんですけど、まず手前、お肉ね、2つあるんですけど、まず手前側の方ですね、牛肉になります。で、奥がですね、馬肉、馬のお肉となっております。で、続いてですね、お魚ね、6匹並んでるんですけど、まずちっちゃい方のお魚の方はホッケをあげています。はい、ホッケだって、はい、で、大きいね、3つ3匹あるんですけど、こちらはサバになりますね。で、大きいですね。で、続いてですね、果物なんかね、野菜なんかもあげてるんですけど、赤いね、綺麗なね、丸い4つあるんですけど、トマト、ミルクの大好きなトマトもあげています。で、一番奥ですね、やっぱりちょっと見えにくいですけどね、甘くまで茹でたさつまいもなんかもあげています。で、トマトとね、さつまいもに関してはね、その真ん中のあたりにもね、置いてると思うんですよね。で、一番ね、大きい方のね、ピンク色をした桃なんかも、こちらはですね、お客様からのね、寄付ということで、いただき物です。こちらもですね、おやつとしてあげさせていただきます。はい、ではですね、ちょっと時間となりましたので、奥の方からミルク登場しますのでね、一番最初に何をミルク食べるのか、ちょっと当てていただきたいと思います。で、ちなみにですね、私の予想は甘くまで茹でたさつまいもかなと思ってね、昨日ですね、馬肉ちょっと一番最初に食べました。え、私はですね、ちょっとね、その判断をね、揺るがないように、ちょっと甘いさつまいもをちょっと私そのまま判断したいと思います。はい、なのでね、一番奥から登場しますので、もうしばらくお待ちください。上から下から明日から使う、セット、さつまいも、すごい、結構噛むんだよ、ちゃんと、うん、結構鋭いな、キワみたいなさ、まだ丸飲みじゃないんだね、蛇じゃないから、丸飲みじゃない。ちぎってんじゃん、うん、ただ肉食ってああやって手頃なサイズに引きちぎって飲んでるイメージ。はい、見える？もうちょっとこっち来たら、パパの下、こっちの方が見えるかもよ、顔、うん、めっちゃお尻向いてるね。探してる、うん、あ、お魚、サバだね、すげえ音したけど、もうない？もうないの？まだあるの？カバーあるっぽい。頭を押さえて、はい、私がですね、戻ってくる間にもうほとんど食べてしまいましたね、うん、はい、あっという間です。で、今ですね、揚げてるおやつもね、季節によって異なる場合があります。え、夏はですね、私たちもよく食べるスイカなんかもね、揚げまして、あとはですね、秋には、今年はですね、9月15と16に秋の動物園祭りがありますので、その時はですね、大きいニジマスなんかもあげています。あとですね、秋もね、よく食べるようなね、梨なんかもミルクとね、キロルにあげています。はい、でですね、ちなみにミルクは今日一番最初に食べたのは、私の予想、さつまいもで当たってました。当たってました、よかったです。昨日ちょっと外れてしまったので、ね、なんとかね、期待に応えて
匹います。この子は秋田県男鹿水族館で今生まれました。今ね6歳の女の子ですね。今年の10月12月の4日だったかな、4日で7歳になります。で大体ね、ホッキョクグマメスで4歳から5歳あたりで赤ちゃんを産める年になるのでね、もう立派な女性と大人の女性となっております。すぐには出てこないですね、ごめんなさい。でですね、おととしからですね、男の、もうね、あっちの方に登場してるんですけど、男の子のキロル君とね、同居の訓練始めております。で、最初はですね、ちょっとね、初めましての状態でね、結構ですね、ミルクの体の大きさ分かると思うんですけど、それよりもですね、倍近い大きさ、キロルあるのでね、ミルクがちょっとその大きさにビビってしまいました。1回目の同居の時はですね、ミルクがね、完全に負けてしまいました。ダメですね。2回目の同居、今年のですね、同居の時はですね、プールの中ではもう絡み合うほど遊んでいたので、ちょっとですね、期待通りかなとは思っております。で3回目の同居の時は来年になるんですけど、だいたいホッキョクグマね、3月から5月あたりがピークになるのでね、そのあたり目指してね、ちょっと同居を始めてるんですけど、3回目はどうなるかなとちょっと期待を込めながら見ております。はい、ではですね、隣の方にもすでに登場している男の子のキロルにもですね、その子はですね、丸山、札幌市のね、丸山動物園で生まれました。今10歳のね、もうね、心優しい男の子ですね。で、そんな子にもですね、はい、ミルクと同じような内容のメニューをあげていき